その部城、その部陣屋は、京都府南端市その部町、小桜町周辺にあった陣屋、または日本の城である。その部城が日本の城閣市で最後の建築物となる。建造物群の一部は、府の暫定登録文化財に登録されている。小麦山標高173.8メートルの登録にある台地に築かれ、北側には、その部川、西側に半田川を、 天然の堀として利用し、南側と東側に堀を巡らせ、最も外側の定地には 2km にわたり、外堀を構えていた。主要部分は、京都府立園部高等学校にあった、中世園部城と近世園部城と二つに時代に分けられる。しかし、中世園部城に関しては信憑性について、疑問符も提示されている。天守閣はなかったので園部神やと呼ばれていたが、 小麦山には慶応四年建築の三層の小麦山矢倉が建っていた。近世その部城以前に中世その部城があったと推定されている。4月10日、滝川、これ等、これ住両三人単売左見され、後敵城、荒木山城居城を取り巻き、水の手を止め、攻められ、迷惑いたし降参申し退散。さて、これ等日向守る人数、入り置きと記されている。 これによると、天正6年4月10日、明智光秀、滝川和松、庭長秀が、丹波国政圧戦で、荒木実綱が籠もる城を囲み水の手を切りこれを下し、自分の兵を置いて帰陣したとある。黒井城の戦いも参照。信長後期には、荒木実綱の城が、その部城との記載がないが、もみ池日記には、旗野氏の家臣団の一人に、荒木実綱という名前が見れ、 そのべ城を任されたと記されている。しかし、もみ池日記には、資料的信憑性に問題があるとされている。荒木実じの居城は中世そのべ城ではなく丹波、篠山市にある細工書城を指し、背後の山には、明智軍が大砲を撃ったと伝わる鉄砲丸や、老城戦にまつわる伝承、歌が伝わっており、信長後期が指摘している、荒木実じが籠もる城というのは細工書城かその、 周辺の城ではないかとしている。その米城が荒木氏綱の居城というもみ池日記以外の資料はない。また得ずに古城を含み込んでいる場合が多いが、そのような事例も見受けられない。以上の点から荒木山城守居城がその米城であるというのはもみ池日記の記載を根底に置いた幻と言えるだろうと結論付けられている。小出義近像。 徳雲地蔵田島国伊豆市場より違法された、戸様大名の小出義親が、現那5年に国外によって違法し、船井軍、桑田軍、伊カルカ軍、そして上野国官ら軍の約3万国を所有するその米藩が誕生し、小出義親が初代藩主となった。違法した直後は、獅子人城を拠点としたようである。 獅子人城の城主であった、小幡太郎兵と小出義親は京都諸市大であった、板倉勝重より紹介されていた。獅子人城周辺に館を築城したようであったが、この計画は変更され小麦山周辺を拠点化した。なぜ獅子人城から、その部城に拠点が変更になったのか明確な資料はないが、水運と交通の利便を考慮したものだったかもしれませんと推測されている。 小麦山の不審が始まると、山徳におけるお屋敷築城に際して、その辺村周辺の住民は土地交換を行った。土豪、農民ら地域住民が協力した点が、その部人や追記の特徴になる。小出義近は、獅子人城で、現那五年から七年十一月まで過ごし、城の完成を待って入城した。徳川幕府より城と名称することを許されなかったが、 小麦山の南東丘陵に、方形巨漢、武家屋敷を構え、城下町がありその周囲には、外角線を築いた本格的な城、総構えとなっていた。小出義地下を陰で支えていた、小端太郎兵衛は、出守備途上に在住し続けたが、1626年に260国で、召し出され、その部城に移った。小麦山には、生身、 天馬宮があったが、城から見下ろすのは、恐れ多いとして、追記から三十数年後の女王を二年九月四日、東南へ約五百メートル山麓に移している。生身、天馬宮は、菅原道真が在世中から祀られている全国にただ一つしかない神社として知られている。小出英なお、像、個人像藩主の小出氏は、戸様大名をながら、二人の幕閣に排出している。 これは、諸祖、小出義親の青年期に、徳川家康の旗本でもあったためでもある。その後、十代藩主小出栄、なの時に幕末を迎えるまで、二百五十四年にわたり一度も、国替えはなかった。十代にわたる、歴代上司は、書記テンプレートの、小出氏その部藩書大藩主も参照。幕末の変動期に、最後の藩主小出栄なは、入居して、公明天皇の皇后。 九条は佐古の五天寺豪殿を守護し、京都見回り役として、京都の警護に当たっていた。園部陣や修築願えず、個人像池田屋事件、金門の変などの武力衝突が、相次いで起こり、警備を厳重にする。園部は京から近く万が一の時には、洋外地ともなるなど、徳川幕府へ、京都書次第、松平定明から老中へ進達したが、回収は認められなかった。 しかし、引き続き交渉を行い、慶応3年10月に内諾を得ることができたが、大政奉還が行われたため正式な許可が出ず、慶応4年に1月明治政府に願い出たところ、帝都御守衛のためとして認められた。この度栄梁をもって御守衛のため、その部上地御成功をせこう無理なされありがたき、おぼしめしに、高その部藩の会場慶応4年正月28日付と、ある。 これによると、その部藩の村役人と寺院は、国家史のために、自社奉行付き番へ出頭するようにという会場が出ている。慶応4年に1月28日頃から不審が始まり、明治2年8月28日上等式が挙行された。矢倉門が3カ所、辰巳矢倉や小麦山の山荘矢倉などの矢倉が5カ所、堀も造成して、その部陣屋は、その部城に生まれ変わった。 明治4年7月廃藩地権が断行され、その藩は廃止され、その県となり、その城はそのまま、その県庁が置かれた。しかし、その県はすぐに廃止され、京都府その市長となり、1872年に現在まで残る建物以外は、勧誘地や民間に払い下げ、政治機能としては役割を終えた。城の中心地は小学校となったが、現在は、 京都府立園部高等学校の敷地となり、墨櫓や櫓門など一部の建物が現存する。辰巳櫓、校門、茶所は2017年に、府の暫定登録文化財に登録された。園部城と、周辺地域の空中写真、国土交通省国土画像情報をもとに、作成金星園部城の当初は、徳川幕府に絵図を提出しながら進められていたようで、 矢倉を築造するようだったが、二重の堀や狭間を儲けと塀もあるということで、矢倉の建設は見送られた。徳川幕府の制度上では、陣屋という扱いになるが、規模としては総構えで、南北約650メートル、東西約450メートルもあり、城と呼べる規模であった。その部城にも城下町があった。1619年のその部陣屋と共に町場を整備した。 丁場の用地拡大と陣屋の防御的な効果も得るために現在の国道9号沿いを投入していたその部川を北側に湾曲される工事を行ったとされる名残として小出吉地下の名にちなんで遺憾包みという名称が残っている不審した城下町は6町で陣屋の北側と南側に位置している北側には宮町、上本町、下本町、新町 裏町があり、南側には大村町が広がり、当初の町屋数は430軒余りであった。町の両端になる、その辺大橋爪と新町爪には、それぞれ番小屋を設け城下への出入り口を監視していた。その辺大橋付近には、運城と呼ばれる、その辺川周運の拠点があったようである。また、東の辻より、東の道筋にある本町は、 三勤交代の大名や幕府役人等の休暇施設となっている本陣脇本陣がおか城下町の中心地であった。本町の北側には裏町があり、その北側には馬場や倉庫群があった。城下町にはいくつかの寺院があり、その配置を見ると町場へ向かう道沿いにあることや、マス型と隣接していることから、ある程度の防御機能を考えての寺町の配置であると推察されている。 西部の小麦山の山頂には山層の小麦山櫓が建っていた。計画時には櫓門を3カ所と本丸の4カ所を含む9カ所の櫓が建設予定であったが、最終的には櫓門3カ所と本丸の辰巳見櫓、太鼓櫓、菅母櫓、唐櫓の4カ所と小麦山櫓を含む計5カ所の櫓が建てられた。現存しているのは辰見櫓、縄文の櫓門、 板書、太鼓櫓や、石垣の一部や堀も埋め戻され幅も狭くなった部分もあるのがその痕跡を留めている。外堀は小麦山を囲んで 2km もあった。その部城の本丸は南北に長く、長方形に多くの屈曲をつけた形状であった。1869年に新築完成した日本の城郭市の中で最後の建築物となる二重櫓、番所、櫓門。 付属の土壁は一直線上に並び現存している。二重矢倉は本丸の南東にあり、南東を表す、辰見矢倉と呼ばれている。本丸には四つの二重矢倉が建っていたが、辰見矢倉が最大の矢倉で、その部城の象徴でもあった。辰見矢倉以外の矢倉や城門は1872年入札によって払い下げた後に、破却もしくは城外に移築している。 タツミヤグラの内部は、半間マのムシャバシリが、刺繍に取り、その内側外出となっている。タツミヤグラのような中規模のヤグラでムシャバシリを持つような、例は少なく、立派な作りになっている。タツミヤグラは、1階の東と南面に大きな出窓を、設けている。タツミヤグラのような中規模のヤグラは、一見ほどが普通で、出窓は、大きすぎると言える。ヤグラの出窓は、 軍事的に重要な設備で、出窓の側面に狭間を設けて城壁に近づく、敵兵に横屋を加える。また出窓は、下方の石垣に張り出す仕組みとなっていて、矢倉の直下に近づいた敵に対して、石落としで撃退する。しかし、タツミ倉は、石垣上に十分張り出しておらず、単なる飾りにしかならない。またタツミ倉は、軒の出が長いことも特徴である。 城格らしくなく自社建築のようでもある。またヤングラモンも城格としては変わった特徴がある。2階の寮が頭をぶつけるほど低く、鉄砲や弓を自由に扱えず、格子の下の壁も低すぎて敵からの銃弾も防げない。これ以外にも変わった特徴として、正方形の大型のはざまが正面の格子窓の両脇、側面、背面にも設けられている。これは窓としては小さく、 格子もない。鉄砲狭間としては大きく、大砲を打つ特別な狭間のようにも見える。また一般的な櫓門に比べて整った外観になっている。辰見櫓や城門は、城郭としては変わった特徴が数多く見られ、城の建築物でありながら、自社的な建築様式が見られる。この建築に携わった大工や、それを指導したその米班が、城郭に、 十分な心意がなかったものと思われている。南端市国際交流会館、ありがとうございます。